はい、どうも皆さん、こんにちは。前回について下関市に来ています。そして今長崎本町なんですけど、関西通りっていうかな、この道を通って茶山通りを通ってみようと思います。立派な石垣の家がありますね。やっぱりこの辺って史跡が何か残ってるんですかね。ここすごいですね。電線にずっとこの木々、木の葉っぱが生い茂ってね、電線を侵食している感じがしますね。ちょっと不気味ですね。長崎町中央公園、ね、小さな公園ですね。
長崎中央通りって書かれてますね。多分この道をずっと登っていくと日和山公園、高杉晋作像があるその日和山公園に着くんかな、確か。行ったことないんですけど、多分そうだと思います。はい、ここから豊前田通りになります。一気に開けてきた感じになりますね。雰囲気がガラッと変わりました。
こちらの茶山通りをずっと登ってグリーンモールにね突き刺さるところまで行ってみたいと思います。この通りはもはやグリーンモールと同じような雰囲気ですね。とても似ています。
はい、長崎本町から 1.4km でした。次回はシーモールに行ってみようと思います。ご視聴ありがとうございました。